楽しく行動し成果を出し続ける人は動物道の使い方がうまい。ワイルドコーチングの佐藤です。今日はコーチの役割これについて考えていきたいと思います。で、ざっくり言うとコーチの役割って3つあると思うんですよね。それについてお話をします。1つ目っていうのはクライアントさんの本当にやりたいことこれを 一緒に明らかにしていく見つけていくっていうことですよねでこれは別の動画でもお話ししましたけども鍵穴みたいななものなんですよねその扉を開けることによって新しい世界がある現状の外側に行くその扉を開けるためには鍵穴この鍵穴の形を明確にしなきゃいけないわけですね で、コーチの役割、2つ目はその鍵穴を開ける鍵これを明確にするってことだと思うんですでこれはクライアントさんのリソースですよね今までの人生いろいろな体験をしてきて知識があってそしていろいろなものに対しての感情だったり情熱だったりありますよね そういうのをひっくるめてリソースと言います。でこのリソースを集めて、そして組み合わせて、この鍵穴に、まあ、鍵を差し込むような形になると思うんですよね。ただ、残念ながら、このリソースすべてで鍵を作れるわけではないわけです。例えば、この例で言えば、 この二つに該当するものはリソースとしてあるんですがこれがないわけですよねこの形はないですからこれは新たに得る必要があるわけですねですのでリソースで使えるものを明確にし足りないものも明確にするこれが二つ目になるわけですそして最後三つ目 すつめはこれを組み合わせるってことなんですよせっかくリソースが揃っても実はクライアントさんってこの組み合わせが一人ではうまくいかないことがありますこの組み合わせをする作業っていうのが実はとっても大切なんですせっかくもう 資質としては整ってるにもかかわらずなかなか鍵穴にバシッと当てはまる鍵を作れないこういうことがあるのでその分をサポートする必要があるんですねでこれがゲシュタルトを作るっていうことになるわけですねゲシュタルトっていうのは意味としてのまとまり ですね、実はクライアントさんはご自身のリソースには自分の経験そして感情が必ずついてますからある固定的な意味付けを持ってるんですよね。でなかなかこの固定的なもうバシッと決まった意味付けから 別な意味変えるっていうのはできないんですよ。特に感情的にものすごく強く刻み込まれた経験失恋だったり挫折だったりありますよね。そういったものっていうのはなかなか変えづらいんですね。そこでこの本当にやりたいことそして目的に対して どうしてこの経験をしたのかという新たな意味付けをつける必要があるんです。で、これが実はなかなか一人だとできないんですよね。で、ここが一つのコーチングの山場になります。そしてコーチにとっての3番目の大きなまあ仕事になるわけですよね。いかにクライアントにまあ気づきを得ていただくか。 コーチの腕の腕見せ所になるわけです。そして今日お伝えしたいのが再三他の動画でも言ってるんですが新しいゲストロートを作るときにコーチがより力を発揮するために使えるのがこの KJ 法というものなんです KJ 法もバラバラのこういったリソースを 新たなゲスタルトに組み替えるこういった方法論として非常に優れているんですね。ですから、コーチが k j 法をマスターしておくと、この段位3段階でクライアントさんの新しいゲストアウトを作るときに、まあ、より強力にバックアップできるということになります、はい。今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。